はい、どうもみーちゃんです。今日はね、今から久しぶりにね、車を用いてドライブがてら、深夜の貨物列車を取りね、遠征に向かいます。西の方角に向かいますかね。刈谷か名古屋かどちらにしようか今迷っております。まあ今日はね、ちょっと時間もあることだし、決めました。今日は名古屋まで足を伸ばしたいと思います。今ね、夜の8時30分、予定で言えば11時半には到着する予定です。それでは出発いたします。はい、到着しました。今僕はね、名古屋市内笠寺駅にやってまいりました。過去にね、1回かな、ここで撮影したことありましたがね、ここに来るのは実に5年ぶりです。早速ね、もう間もなく、一番初めの列車が来ると思うんでね、そろそろ撮影スタンバイに入ります。ここで数時間撮影したいと思います。
時刻はね1時50分を回りました。たった今ね下りのトヨタロングパスエクスプレス2051番列車がね到着しました。
時刻は、ちょうどゾロ目ですね。午前3時33分ですね。たった今ね、7053番でした。下り列車がね、通過しましたので、そろそろ浜松に引き上げたいと思います。はい、時刻はね、朝の6時半になろうというところです。浜松に戻ってまいりました。もう間もなくね、54番列車福山レールエクスプレス号通過しますのでね、そちらで今回の撮影を終了いたします。